みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのしほと、りみでーす。はい、というわけで、今回ですね、今回は、学校のことについてですね、話していきたいと思います。はーい。はい、というわけで、みなさんも、休校中。休校中？休校中？休校中、とってもね、とってもね、楽しかったでしょう。そう、わかんないよ、わかんない。その全員が全員楽しかったから。でも、課題がいっぱいあって、うん、うわ、マジ面倒とか思った人もいるでしょう。うん。しかしですね、なんかさ、人間ってさ、なんか、慣れるもんだね。だよね。なんか、結局3月、4月、5月でも約3ヶ月もあるまで、ずっとさ、ほぼ家じゃん、うん。なんかさ、最初はさ、こんな生活って思ったけど、うん、なんか人間ってすぐ慣れるんだ ね。なんかもう慣れたよね。慣れた。家にいる生活がね。リミロが本当に慣れてそう。そうね。それですね。うん。これからもう、緊急事態宣言解除になりまして。はい。まあ千葉県なので、一番最後に解除だったんですよね。はい、それでですね、はい、うちらの学校、6月1日に再開です。イエーイということで、あれ、イエーイしてない人が若干1名。イエーイということでですね、はい、楽しみなわけですよ。楽しみじゃないもん。やだ。ほんと、ま、真逆なんですよね。やだ。やだ。学校行きたくないよね。どうして目を見る。うん、なんだかわかるよ。わかるよね。ゲーム自体でしょ。学校行きたくないでしょ。給食嫌や。勉強したくない。兄ちゃん給食もねちょっと問題なんですよ。野菜食べる。美味しいじゃん給食は。野菜は食べれる。そうなの？量が多い。ああじゃあさ給食当番の人に少なくって言えばいいじゃん。もう3年生なんだからさね。ちょっと減らしてってもらうときに言うんだよそういうときは。そうだよ。したら後から減らさなくてもその場でやってくれるから大丈夫。あママの時もママが子供の時とかもよく少なめにしてとか結構みんな言ってきたよ。言ってくるし、うん、ママも食べたくない時は少なめにしてって言うし、逆に大盛りって男の子もいたけどね、うん、ご飯大盛りにしてとか言ってパンパンパンむったむったとか言っているよね。そういう男の子いない。絶対一人はそう超大盛りなの最初から。はい、ということで、まあ前回生放送で学校が再開しましたっていうね、はい、まあ再開したっていうか、まあ再開することが決まりましたっていう生放送だったんですけど、正式には、はい、もう金曜日で、休校はが最終日ですね。で、はい、6月1日の月曜日から、再開でございます。もう毎日学校です。最悪また支援先開けたくてさ、うん、学校で教わった方が絶対頭良くなるじゃん。そうね、楽しみ。でも最初の2週間は分散です、はい、今まで3つに分かれて、1週間2回通ってたんですけど、今度2グループに分かれて午前中と午後で毎日ですね。背中がかゆい。じゃあしーちゃんちょっと書いてあげて、はい、はい、じゃあ今度はね逆に学校に慣れていかなきゃだね。そうですね。はい、まず最初は2週間午前中だけだけど、そこからが大変かも。6月の半ばから給食が始まるので、やった。5時間、6時間かな。リミちゃんももうほぼ6時間ほぼ6時間の3年生でもう授業日数が足りてないから、うん、で夏休みもなんとか2週間はもらえるようです。私1日から17までかな。私、うん、夏休みないと思ってたんですよ、うん、暑い中でクーラーをガンガンつけて、うんうん、ずっと勉強だと思ってたんですよ。はい、でもね、2週間も。でもやっとクーラーはね、ついたんですよね、今年。そう、ついたんですよ。去年までなくて、めっちゃ暑かった。やばかったんですけど、今年はクーラーがあるから、まだね。そう、だから本当に夏休みないと思ってたんですけど、ないと思ってた。2週間もくれる、ありがたいみたいな。はい、その代わり、課題がいっぱい出るのかなとか思うと、ちょっと、うんうわってあるけど。そうだね。でもさらにりみちゃんには辛いお話かもしれないんですけど、夏休みが終わった後、もしかしたら土曜日も学校かもしれません。
いいじゃん。土曜日も学校授業があるかもしれないって。それじゃあ一週間じゃん。だから1日休み、日曜日しか休みがない。1日休み、今まで土日休みだったでしょ。それが日曜日だけになっちゃうかもしれないんだって。もしかしたらね、授業日数が足りないから。私運動会やりたいんだよね。辛い。でもそうやってね、書いてあったそうやって書いてあったの。ママもこれはかわいそうだなって思ったんだけど、でも私全然嬉しい。リミなんか大丈夫一緒泣き大丈夫。リミね、ずっとね、こんな顔してるとね、ポタってなる。あ、涙ポタって出ちゃうの。じゃあ強がって今ちょっとびっくりした。土曜日も学校あるんだと思っちゃった。いや、いやだね。最悪。最悪ブリキュアの敵みたいじゃん。いなかった。最悪っていたよね。ブリキュアの敵でいたよね。何のブリキュアだろう。なんだろう。でも見てたってことはスマイルブリキュアからこっちだ。スマイルからね。スマイルプリキュアの後のプリキュアも見てたよね。パフェのプリキュア、キュアソード、ソードって言ったよね。まあいいや、もうプリキュアの話はよくてプリキュアの話はいいのよ、とりあえず、ね、プリキュアの話は置いときましょう。はい、はい、ということで、リミちゃん学校頑張ってください。頑張ってください。私も頑張ります。1日から。あれ、お返事がないですね。頑張るぞー、頑張るぞー、頑張るぞー。おー、おーがない。あ、ちっちゃいおー出ました。ちっちゃいおーが出ました。頑張れますね頑張りますね。学校行ける。みんなね、嫌だなって思ってる子もたくさんいると思います。もうここまで。テレビでやってた。テレビでもやってましたね。学校行きたくないっていう子。学校行きたい。ね、まあしほちゃんはレアなんですけど。レア。こんにちは。届いたか。でも多分行っちゃえばみんな楽しいのかもしれないけど、うん、なんかもうこの何、朝寝坊できる？寝坊しても怒られない。夜も多少なんか何、夜更かしできちゃう、このなんか環境が、みんな慣れちゃったんだよね、きっとね。うん。だって学校行ったってさ、今まで通りの生活がさ、できないと思ったらさ、嫌かもしれないじゃん。確かに。お友達がいるから行きたいのに、まともに喋れなかったら嫌だし、とか思って。でも、目をさ、もう、テレパシーで喋れちゃう。テレパシーで喋んのすごいね。あれ、だって、いいよって。目と目でこう、会話するのね。維持伝心するの。すごいね。はい、ということで6月からのはい、しほりみちゃんの学校事情でした聞いてください。え、まだ、はい、結果が私たち A グループって言って、午前中なんですけど、午前中はなんと掃除をしますで、午後の人は掃除をしません。はっと思いません怒ってます先生が話聞いて、午後の人は、午前中の人はですね、3時間授業をした後に掃除をやって帰ります。午後の人はですね、3時間やって帰ります。はって思いました。どう思います。もしーちゃんね、これずっと怒ってるんですよ午前中の人だけね、2週間もね、そう、2週間も掃除しないといけないんですよ。交代とかもなく、そう、午前中の人がひたすら2週間掃除をすると。そうですよ。それでサボってると怒られるとか最悪じゃないですかね、なんでだろうね。なんで午後の人は掃除ないんだろうね。リミ全然、私午後に生まれたかった。リミは掃除 OK。リミ全然怒んない。とりあえず、もう、しほちゃんは、激怒ですね。なんかすごい怒ってる。なんで掃除しないといけないんですか。掃除嫌いなんでしょ。大嫌い。プッパー。だから部屋がすごい汚いんだよ。しほちゃんがマジで怒ってんですよ、それだけは。学校は早く始まってくれていいんだけど、その掃除割だけは許せないらしいです。許せない。
めっちゃ怒ってました。ママにめっちゃ怒ってくるからどうしようと思って、ママに怒られてもと思って、先生に怒ってくんないと思って、先生にママ電話、ママ電話して、電話やめてよ、あそこの親そんなことで怒鳴り込んでくるって言われちゃうじゃん。やめて、先生すいません、ちょっと掃除の件なんですか。いや、ママはそういうことはしません。掃除頑張ってください、しほちゃんに。やだやだ、ね、しほちゃん頑張って。いや、リミやるんだよ。リミも掃除だよ。まあ、なんとかなるでしょう。頑張りましょう。はい、人間ね、慣れるのが一番。うん。うん、慣れない。慣れるよ、時期。慣れない。もう学校行くことも慣れて、あの時3ヶ月もお休みで懐かしいね、みたいな。慣れない。こと数ヶ月後には話してるかもしれないよね。わお。わおじゃないよ。大丈夫、リミ。この休み中にちょっと頭おかしくなっちゃったね、リミも。違うの、本当に自粛中はね、本当に頭がやばくなる時期というか、本当に家に引きこもりすぎて頭がいっちゃってるんですよ。パリピーね、うちらね。うん、なるほどね。うちらってね、この前ね、ファブリーズね、すごい、うわーって言われたんだから。はい、じゃあね、あの学校再開までに2人もね、体調を整えてね、はい、頑張りましょう。はい、ということで、それでは、バイバーイ。バイバイ、おやすみ。猿のだって早いよね。その格好。